サボってんのか。息抜きも必要や。1年が年々早く感じる。ほんまに早いよな。だってもう多分、まあ、この前年越したばっかりじゃないですか。もうすぐやで、今年もきっと。すぐだよ。メリクリメリクリこんにちは。皆さんは何をしていましたか？仕事か、休みか、休憩中か。昨日の勝利ルームのラジオ配信のアーカイブってある？ないんですね。それがそうないんです。ちょっとはい、ちょっとないんです、ごめんなさい。今日ココナがインスタライブやるらしい。ああ、なんかあったな、お知らせがありますみたいな書いてたな。今日の気分は元気もりもり、朝からハッピーでした朝からはい、楽しく一日を始めましたよ。私はこんにちは。学校終わり、お疲れお疲れ。今日めっちゃね、眉毛とカラコンと口ちょっとしか塗ってない、やば最近私なんか薄めでやる率高くない？そんなことないか。ちょっと待って、咳したい待って咳しました、やばい。ちょっとロッカーが映っちゃった。もうね、今年さ、まだ動物園行けてないんですよ。だから早く行きたい。透明感あってよき、ほんまにありがとう透明感ってなんなんやろうな。24やけど行けてます。カラコンは度入りですか？度なしです。視力は 1.5 あります。もうバリバリのバリコちゃんです。意味わからん。バリバリの目がいい子ちゃんです。私はこんにちは。あー、今やらなくてはいけないことを思い出してしまった。うー、そう、咳、あのね、喉、やっぱコロってからまだ喉の調子は完全じゃないかも。鼻と喉が、そう、うん、まだ完全には戻ってない。大好きやで、ありがとう。まあ、病み上がりでもないけどな、もうだって2日に復帰したからさ、コロナのやつから。まあでもまだ続くな。動物園のおすすめある？大阪やったら、まあ、天王寺動物園じゃないですか。やっぱね、もうテナガザルが可愛い。あとフサオマキザルやっけ、なんやっけ。まあお猿さんコーナーはほんま全部可愛いな。閉園の近くの時間になると、あのね、裏側の檻の方から見れるんですけど、お猿さんたちもそっちに移動してて、そっちの方がね、人も全然おらんくって、でもゆっくりじっと見れるから良きですよ。珍しい時間にやりますな。そうね、できそうだったので気分でどうも気分やなもので
こんにちは。結構長いこと続くよそれ、この喉と鼻でしょ。もうね、そんな予感してる。なかなかマジでおらんくならんもん。このあとちょっと残ってるのがもうね本当にもうこの前の公演中もうマジでやばかった後ろ向いて移動できる時では全部もうゲホゲホってちょっとってちょっと思わずやっぱ出ちゃいましたね、うん、ねえ感知するの時間かかるね多分これ。こんにちは、こんにちは。だからみんなほんまに気をつけようコロナずっと残ってるよなこの喉と鼻こんにちは、こんにちは。ねえ早く治るといいよねほんまに。うん、龍角さん舐めてるんやけどね。あ、そうだから公演の時にあのはあれ貼ってました。なんかね、めっちゃ薄いオブラートみたいな感じのさやつでこう上に貼れるやつがあるんですよ。なんか喉に効くやつが。それもずっとじゃないけど貼ってギリなんとかやってましたね。インフルエンザも流行ってるからね。インフルな何年もかかってないけど。こんにちは。そうなんかあるみたい。丸いやつで、そう貼ったままめっちゃ薄いから貼ったまま全然歌えるんですよ。そうそう。なんてやつかはちょっと忘れて。てかこのさお正月仕立てのやつっていつまでなんですかね長いな。ねあの皆さんが12月の誕生日付のメンバーにショールームのくまちゃんがもらえるよっていうやつでそう頑張ってくれてもらえるはずのくまちゃんはまだ届いておりませんあれいつ届くんかな。まだ届かないんですよ誕生日バージョンのくまちゃん。マジ届いたらちょっとマジですぐ一緒に配信するから待っててみんな。一人暮らしやとねコロったら大変ですよね本当に。そうなんか早く届く時もあればめっちゃ時間かかる時もあるみたい。ショールームのやつ。そう15日までこれ。ほうほう。かわいい写真も待ってます。あ、くまちゃんとね。ジップ？こんにちは。これか、服？これかな？どこのでしょうか、この服は。どこのだろう、これ。どこのだ、これ。
方に書いてあるんだろうか。危ない危ない危ない。え、どこやろこれほんまに。なんて書いてあるんやろ。シャなんか天王寺で買ったセットアップなんですよ。そう、珍しい私がセットアップ。かわいいんだまあ、あのいつかインスタにまたタグつけとくんで。はい、どこのやろ。マジでね読めない、私英語読めない。今日はナチュラルメイクです。バリ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 ナチュラルメイクです。なあ、思い出せそうで思い出せん。こんにちは。そう、この前あのストーリーでさ、インスタのカラコン、派手なのとナチュラルなのどっちがいいですかって聞いて、多かったのがやっぱこっちやった。今そのナチュラルな方をしてるんですけど、まあでもまあほぼ半々ぐらいやったけどな。 46% と 54% やったからまあでも DMM 配信で見てたら派手なやつの方がやっぱり目に光はある感はしたよね。だからステージ映えかなんかちょっと普段の仕事用かかよね多分。でも全然ステージ上でもこれはこれで可愛らしかったから、まあマジで好みよな、これに関しては。って思いまして、明日の公演はどっちにするか迷っている。ナチュラル、どっちなんやろうな。ほんまに半々ぐらいすぎて、メンバーとかあの誰が何に投票したか分かるんですよね、どっちのカラコンが良かったかって。それ見ててもほんまに、うわ、ゆずずどっちにしてたっけな、うわ、髪型もじゃあゆずずに決めてもらおうかな。明日はゆずずの生誕祭なので。え、ね、皆さんに聞きたいんですけど、なんかさ最近劇場のさチケットの販売のとこでさ、キャンセル待ちがなくなって、キャンセル待ちおまけになったみたいじゃないですか。何が違うんですか、キャンセル待ちとキャンセル待ちおまけは何が違うんですか。名前が違うだけですか。なんか今キャン待ちはしておりませんみたいな感じで書いてあってさ、キャンセル待ちおまけとキャン待ちは何が違うんですか。ジョニシさんの分まで頑張ってな。はい、明日はもう勝利、あのれいちゃんの代わりにしーちゃんになってきます今度はれいちゃんじゃなくて勝利、しーちゃんになるから、明日よろしく、みんな明日しーちゃんやから勝利。受付期間、あんま変わらん、受付期間が違うだけ。キャンセル待ちおまけ結構長いことやってますよね。チケ戦で応募するか直接劇場に行くかじゃない。うわすごい、なんこれ、え今日、え今日おみくじ、何今のすごい、あきぷーさんありがとうございます。すごい、くまちゃんパンダキャンセル待ちで、まあそんな変わりないか。
あ、さらにギリギリになった感じ、キャンセル待ちとキャンセル待ちおまけの違い。当日開演直前まで応募するときあるし最近。確かに公演始まってからねやってるときあるもんな。当選発表もかなりギリギリ。そうですよね。だって公演の、確かに、もうずっとそんな感じですよね。ありがとうございます、教えてくださり。こんにちは。あ、皆さん、あのロビーのね壁車も変わってるんで、めっちゃみんな可愛いんで劇場来たらチェックしてください。申し込んだことない、キャン待ち。確かに近所の人じゃないといけないですよね、そんな。確かに確かに。平日のこの時間の配信珍しい。そう、気分、そういう気分でした。黒色の衣装よきね、新衣装かわいいよね。こんにちは。13位、手巻きずしおさん。12位がなべさん。11位がぶっちゃんさん。10位がかるちゃんさん。9位がよいっちさん。8位がまっささん。7位がニッシーさん。6位が今も スチューデンツロス中さん。5位がおっくんさん。4位がヨシさん。3位マッサンさん。2位がジョーさん。1位がマナチカネフクキタルさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな時間でしたが、ありがとうございました。皆さん、カットいいよねこのピンクの壁、かわいい、かわいい。では私は戻るバイバイ、ありがとうみんな。お仕事の人は頑張って、この後も。また明日。ありがとう。